赤杉小学院林田学江です。お願いします。9月号のね、本の説明していくんですけども、先月ね、8月ちょっと説明しました筆の持ち方、ね、の続きというか、ね、と姿勢と簡単にね説明していきます。まあ、これも、まあ、当たり前のことを今から言うんですけども、まあ、これ結構大事だと私は思ってますので説明していきます。まずこの間ね、筆前に出す、ね、前に出したこの角度ちょっと言いましたけど、本当は紙置く場所ね、紙置く場所、紙というか自分のね書く紙置く場所真ん中に必ず、よくね右ずらしてしまう方がね多いんです。まあ、手本と半々とかじゃなくて、必ず自分が書くの真ん中に置いてください。もちろんね、わかるんですよ、もう何十年もね皆さん字も書いてきてはるから、これが癖ですねって。そうじゃなくて、それもわかるんで、まあ、教室の時とか練習する時だけ必ず真ん中に置いてください。絶対ね、こう上下で書きにくいです。ただもう癖とかそういうので書きやすいと思ってるだけで、まあ、ここ置いてしまうと、まあ、何が一番簡単に言えば良くないかって言ったのは、自分が斜めに見てて縦線引いて、斜めに自分が見てるのに縦がまっすぐなんか絶対分からへんのですよ。分かりにくいし難しい。斜めに見ながらまっすぐ書いてから、あ、これこう斜めから見てるからまっすぐやね、ものすごい難しい。真ん中に置いてね、真ん中に置いて自分が書いたまっすぐね、分かるよ。なんか絶対分かりやすいのよ。ね、あとは持ち方というか、まあ、で真ん中置いてもらって、少しねハの字にねってなるように、まあ上から見てもらってこんな感じでね、ここも45度になるように持ってもらってね、腕書いてください。でよくなぜこっち行くかって言ったら、もうまっすぐ置いてしまうね、手をこう脇締めてしまうと、脇ねちょっと開けて、ここも45度になるように、ね、こう置いてしまう。何が良くなるかって言ったら、自分の手の甲でね、自分の書いてる字見えへんねんね、見えへんから横ずれてしまうということで、紙がこっち行ってしまうね、斜めから見てしまう。言うたら自分の手の甲で見える。これぐらいね、皆さんこれぐらい45度でなるように、このようなように真ん中、まず真ん中に置く、ね、必ずもう手本も左で構いません、ね、真ん中に書くのを真ん中に置いて、真ん中でまっすぐ分かるように、で手も、ね、この角度でね書いてください。では9月の説明していきますのでお願いします。では筆ペン6ページ説明していきます。均等にね、均等になるようにしか押さえて、もうこの部分が中心に、この間もだいたい同じように均等になるようにで、な、まあ、ここもそういう長い線ね、反る、完全に上に上がってしまわないようにね、少し戻ってくるようにね、夜ね、しかし左に、まあ、ここ中心に左右に大きく書くのと、ここが一番下に来るようにね、少し浮く、これはさらに少し上に来るように書いてください。にしか押さえて、よく払いね、ここに空間できるようにと、この部分より前に出るようにね、後ろにこうなったりしない、後ろに戻ったりして前に出るように、まあ、中身ね小さくならないようにと、ここまで書いた時に思ってるより縦長めにね、長めに書いて、これぐらい空いてた方がね閉じやすいので、ね、縦長めに書いてください。中心、ね、こう中心に来て跳ねるように、少しこの部分硬く書くとこういう形でね、これを柔らかく書いて、長い線は少しね、この字型に
しかし左へ、ね、左へ沿って右から来る、ね、この部分細くなるように筆こうベタッと押さえたまま曲がりにくいですので、少し筆浮くように細くなるように、ここに空間できるようにね、書いて高さ揃える。中心左右に大きく、下ね広くと、この空間同じになるようにね、真ん中ね、よくやってしまいがちな、この真ん中だけ狭いとかならないように同じに、同じでここ細くね、しっかり左へ、この字で、ね、出るようにね、一画面より左に出るように書いてください。角度しっかり左へね、縦に行ってしまうともうぶつかって書けなくなるので、角度しっかり左へ、高さ揃うのと、この部分一本目ね書いたら、まあ、ここに揃うように書くので、一本目が短くなったりしないよね、長く一本目長く、しかも右上がりと膨らんで近づいていく。この時に、ま、同じようにこう近づいていかないよね。少し縦気味に来て、ぐっと、ま、ここは空間できるように。で、払いも、だいたい高さ、少しか押さえて横。高さ揃うように。この部分ね、空間ね、出るように。この円が一番内に沿ってくるように。こういう風にならないよね。真ん中じゃなくて、ちょっと、この上の方の部分が内に入る。宇宙心に。ね、左右に、ね。右だけ広いとかならないよね。左右に大きく書いてください。では、説明終わります。